始まりましたよ。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。大根。もう一回いきますよ。もう一回打ち合わせ通りやってください。皆さんこんばんは。こんばんは。岡村みっチャンネル始まるよ。しゃっ。この番組はあれです。岡村みっちゃんがさまざまな楽しいゲストを無理くそ僕の番組だと言って出てもらうという番組になっております。今日は鉄麦工房モアフ代表の菅原香織さんがゲストで来てくれました。ありがとうございます。あーなんかやっとちょっと静かになりました。何寝癖ちゃんとしてよ。大丈夫大丈夫。ちょっと寝癖がねでまずねちょっとスポンサー様の紹介からさせていただきます。はい、じゃあ大切な大切なバナースポンサー様の紹介からさせていただきます。ペットの複合施設 DC キャッスル様、ありがとうございます。世界で一つの贈り物、日本ハーバリウム協会認定庫アトリエシャルマン、ありがとうございます。亀屋新旧社のびのび様、ありがとうございます。心理カウンセラー吉本みかんさん、ありがとうございます。美容の力で世界を笑顔に、フクロイの松江区脱毛はソワニエ、ありがとうございます。抱っこで産後エクササイズ、お寺でベビーダンス、お寺でベビーダンス、すいません無茶ぶりですよ。皆川ゆっこ様、ありがとうございます。手作り雑貨とワッフルのお店サムズカフェ様、ありがとうございます。よもぎ蒸しとマッサージ、生理痛改善サロンカウピリ、ありがとうございます。ママの笑顔は家族の太陽、ドリームボード講師坪井美希様、ありがとうございます。以上のスポンサー様のおかげで掛川 TV は楽しい情報発信の場を提供できております。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでちょっともうちょっと前に出たすいません。どうすかどうすかバッチリです。このぐらいの方がいいですよね。うん、ですね。色も綺麗に映ってますか。あ、そうですか。そうなんですよ。ライトそうか。ライト。そうですか。バッチリです。はい。この辺もちょっと見えますかね、僕たちの。え、あ、なんかつい、あれ、なんかいますね。ちょっとアップとか。あれ、なんかいますね。アップとか。なんか見えますよ。あれ、なんだ？なんだ？なんだ、なんだ？あれ、なんだ？なんだ？見えますか？あら、あ、いいですね。すごい。初めてなんですよ、レンさん、今日来て。もう、早速カメラ覚えてらっしゃる。はい、ありがとうございます。というわけで、今日は鉄麦工房モアフ、菅原香織さんがゲストで来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、よし、まあ、ここからもフリートークなんでもうちょっともう僕もね、今日は結構長い時間やってるんで。そうですよね、本当に。香織さんは今日は鉄麦工房ということで、はいはい、どんなことをされてるんですかね。その名の通り鉄麦をしております。絶対わかんないでしょ。鉄麦って聞かないですもんね。そうですね、あんまり聞かないですね。聞かないですね。聞かないです。普通に売ってる系統買っちゃいますもんね、はいはい、そうですね。あ、そういうこと。え、あ、俺も持ってくればよかった、マフラー、うん、マフラー。え、そういうじゃなくてですか。手編み。手編み。鉄麦という、鉄麦、そうです。なんかすごい、鉄麦っていうとなんかちょっと発音間違えるとあれだね。あ、これでございます。あ、いいよ、まあ、なんとかする。ちょっと毛羽立ってるんですけど、ちょっと毛羽立ってる。この、これ毛糸ですね。これ一応毛糸です。毛 糸になってますね。で、ところがどっこい、この毛糸がね、またね、かなり特殊な毛糸なんですよ。そうなんです。これなんかよく見るとね、アルファの毛糸って書いて、はい、ワンちゃんがね、これどういう、これはワンちゃんの毛で作った毛糸です、
へー、ワンちゃんだ。そうなんですよ。やっとみんな繋がってきたかな。あるは名前なんですよ。そうなんです、そうです、ワンちゃんの名前。そうです、はいはいはい、ワンちゃんの毛をってますか、集めてそうです、紡いで。どうやって紡ぐんですか。それは糸車で、あの眠れる森の美女ってご存知ですか。知ってますよ。あれ出てきますよ。知ってますよ。ここまで針でこうやってって。糸車に針がついてて、それに刺して眠ってしまうんですけど、あれです。ちょっと先言っといてくれたらよかったんですけど。ごめんなさい、ごめんなさい。知らなかったですか。あ、そういう。そうです、そうです。それで紡いでます。紡いで。はい、へえ、これを作るのにどのいっぱいの毛をこう集めてまとめてるんですか、これ。え、まとめてる？まとめてる。毛をまとめるんじゃないですか。あ、そう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 。1本こんなもんでしょ。そうです、それを、うん、はい、いっぱいまとめてます。そうですね。わかりやすく言うと、わかりやすく言うと、毛を紡いで一回洗います。もう、うん、この毛はあの、うん、私トリマーなんですけど。あ、トリマーさんで、もうシャンプーしてあるので、あ、まあ、後で一回寄り止めの時に洗うんですけど、うん、まあ、洗わずにそのまま紡いで、うん、紡いで、はい、毛になって、はい、で、毛になりました、はい、こっから毛にするだけじゃないんですよ。貼ってますか。僕こんな喋っていいですか。いいですよ。喋りたくてしょうか。全然喋れなかったよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。なんと、なんと、え、これですよね。そうです、そうです。見えますか、皆さん。なんて書いてありますか。浅井さん読んでください。思い出のお守り袋。おこれどういうことなんですかね。はい、開けていただいたらいいですか。はい。すごい、おいしそうっていうリアクションしてよ。わあ。すごい、テレビ慣れしてる。はーい、かわいい。これ見えます、ちょっと見せてください。ああ、すごい。ちょ、お守り袋ですね。この紡いだけで、このお守り袋を編む。編んでます。なるほど、さすがトリマーさんだ。これちょっと出しておきましょうね、せっかくなんで。これはマルチーズちゃんですね。おぉ、マルチーズちゃんの。多分あと猫とウサギが入ってるんですけど。危ない。無意識に何も言わないと匂いを嗅ぐっていう。あ、どうぞどうぞ、シャンプーの匂いするとか。人間の本だぞ。あ、いい匂いしますね。え、これ、え、マルチーズ、マルチーズ。あ、これシャンプーの匂いする、ね、シャンプーの匂い。マルチーズの匂いする。あ、こうやって食べてる人いますけど。マルチーズのおけけになります。で、これがお守り、お守り袋ですね。守り袋、はい、すごい、すごい。お、出ました、思い出の、はい、そうですね、ワンちゃんたちの思い出にもなる感じですか。そうですね、うん、そうですね、すいません、すいません、緊張しちゃって。あ、緊張してる。まだ緊張してますか。まだ緊張してます。今私が作ってるのは、うん、一応、まあ、生きたワンちゃんでもできるんですけど、うんうん、これを一番必要とされてるのって誰かなって考えた時に、うんうん、亡くなったワンちゃんの毛で作るのが一番飼い主さんにとって、うんうん、まあいいかなというか、うんうん、そういう、はい、うん、そういう思いで作り始めまして、はい、そんな感じです。思い出のね、はい、で、この中にワンちゃんがつけてたリボンとか、うん、あ、遺骨とか、ね、写真とかお手紙とか入れて、ずっと持っていっていただけたらなと思って、うん、持ってきますね、はい、うちもフレンチブルドッグ買ってるんですけど、フレンチブルドッグでできます？すごい短いですよね。短いとか超こんなもん。ですよね。量必要ですよね。そう、え、こういうのを紡げるんですか。まあ、それは羊毛と混ぜて、うん、あ、混ぜて、はい、あ、へえ。ちょっとツンツンしちゃいますけど、うん、できないことはない、ね、真っ黒いんですよ、うちのやつ。あ、じゃあ真っ黒い、真っ黒いお守りですね。できるわけですね、はい、え、でもこれ本当にいいですね、このワンちゃん
まあ、猫ちゃんとかも、あ、全部行くんですね、はいはいはい、うさぎとかも行ける、行けます、うん、毛があれば、毛があるあれだったら行けるんですけど、はい、なんかこう触った感じとか、はい、多分そのいつでも思い出せるというか、そうですね、ね、それに近いものになりますもんね、はい、一緒ではないだろうけど、うん、こういうのね、そうですね、これなんでこういうのを作ろうと思ったんですか。あ、私あの、うん、家でトリミングサロンをやってるんですけど、はいはい、その時にこう廃棄する毛が出るんですよ。カットすると、うん、そうですよね、すっごい可愛いんですよ何が毛が可愛い、あ、毛が好きで、そう、うん、毛がミニその子みたいな、うん、なんかこう散らばってて、さっきの子だな、さっきの子、あ、そう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 、やってた、そうそうそう、さっきの子がここにいるみたいな感じになる、そう、ふわふわで可愛いんですよ、あー、可愛いでしょうね、捨てれないんですよでこれどうしたらいいかなって悩んでて悩んで、今も悩んでるんですか、いやいや、もうこれは使ってますよですよね、もう何かにできないかってちょっと悩んでて、はいはいはい、で、うん、はい、そのようにします、なるほど、それがきっかけで、はい、なんか作れないかなっていうところで、こう、まずこっちができたってことですか。まずは身重で修行をして、うん、はい、修行をして集めるの結構あのやっぱり技術が必要なんで、あ、なるほど、うん、そうなんです、でもひたすらもう修行すごいで紡いで、もともと好きなんですか、はい、こういうのは、こういうの、あ、これ編む、あ、編む、あ、紡ぐのは、紡ぐのはもう糸車で、あのモコモコの毛を紡ぐのが今があんのよね、糸にする、そうです、糸にするんですけど、その過程のこと、そう、過程、うん、そう行為を、あ、そうそうですね、そうですね、糸を作る、そうです、そうです、あ、なるほど、はい、もうもこもこの毛をちょっとピーって出して、うん、ピーって引っ張るみたいな感じです、それをまとめていくんですか、あ、もうくるくるくるって回るんですよ、糸車で、ああ、はいはい、でどんどん作っていって、長いものをたくさん作って、うん、これはあのそのそれを2本、うん、またちょっと待ってください、まずね、まず浅井さん、菅原さんの頭に竹川 TV がかかってますね、え、じゃあ私どうしたらいいですか、もうちょっとこっち、もうちょっと上にしちゃおう、ちょっといいですか、あ、でもあれかっけ、ちょっと今気づきましたね、あ、はいはい、気づいて、これでもうちょっと、もうちょっとこっちでって言って動くんですよね、うんうん、ああ、いい感じ、ああ、いい感じ、いい感じ、あ、で、コメントも入ってますよ、村上さん、夜遅くまでお疲れ様です、録画ですか、生放送です、そうなんです、そうなんです、仕事先の人です、あ、そうなんですね、そうなんです、みんな元気ですか僕は元気にやってますよ村上さん、ありがとうございます、はい、というわけで、はい、そういう思いがあって、で、え、こういうのもじゃあ販売を、これはこれで販売するんですか、いや、まだ販売というのはあの私はしてなくて、私は、請負うというか、請負う、はい、作るところまでやる、そうです、そうです、うん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 、で、ペット総裁さんに、うんうんうん、まあまあ、お客さんと言っていいのかしら、はい、依頼を作りたいですってオーダーしていただいて、はいはい、で私が作って、まあ、送るという感じなので、はい、売ってるというか、まあ、うん、オーダーで作る、はい、頼めばじゃできるところですか、はいはい、ああ、そうなんですね、はい、興味ある人はここに、うん、ここに連絡くれればなんとかしますんで、あコメントが来ても大丈夫にします、はい、そういう形で入られてるということで、はい、頑張れば服もできるってことですか、まあそうですね、ペット頑張ればね、そうですね、相当ペット好きですよね、でも大型犬だと結構できちゃうかもしれないですね、あ、ごめんなさい、ちょっと意味が違いました、いや、いいですよ、じゃあ僕なんか勝手にこんくらいの犬を使う人なんで、はいはいはい、ね、一回やってこんなもんだったら、あ、そうですね、これ作るの大変ですもんね、大変です、これはこれはこれ今思い出しましたけど、毛糸にちょっと犬の毛足してるぐらいなんで、そんなに、あ、これもいいけど、ワンちゃんの、はい、これはただあの針で刺してるだけなんで、これもできるんですか、できる、はい、見えますよね、でもこちらではちょっとできないですね、うん、短いと難しい、やっぱり羊毛じゃないと、あ、なるほどね、はい、うんうん、ちょっと埋め込むぐらいですね、毛を、こういうのも作ってるんですか、あ、はい、あ何でもやってます、何でもやってます、あ、はい、何やってるか知らないですよ
で、ちょっと浅谷さん、その紙を、紙裏の紙を、この説明しますか。あ、はい、これ、うん、そう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 。あんまり、あの僕なんあのうちもペット飼ってるんですけど、なんていうかこう、総裁って、はい、そういうとこって多分みんな知らないと思うんですよね。ペットのね、便員さんとか、はいはい、はい、それどういう感じなんですか。あ、概要的に、まあ、ワンちゃんを連れてって、うん、その場で火葬していた、うん、もらうとか、まあ、うん、お家に火葬車が来てくれたりとか。あ、迎えにも来てくれる。そう、迎えというかもう家の前で火葬してくれたりとか。家の前で。そうなんですよ。へえ、なんかこうお知り合いというか、お知り合い、はい、そういう、なんとかお任せしてるところとかってないですか。あ、今こちら取り扱っていただいて。あ、はい、どこで取り扱ってもらってますか。静岡県内ですと、うんうん、浜松市の DC キャッスルさんと、うん、あと静岡市の動物の森霊園さんと、 あとまた静岡市で青空ペットセレモニーさんと、うん、ここ掛川市のグレイブヤードさんに、あ、はい、取り扱いしてもらっていただいて。あ、ここだったらでも安心して、はい、うん、全部私そこの、まあ、スタッフさんに、うん、あの会って面接というか、あのお話、私のこの犬がものすごい好きっていう気持ちを伝えて、うんうんうん、はい、お話を聞いてもらってるんですけど、うん、その気持ちを分かってくださるところが、あの取り扱ってくださっていて、うん、やっぱり、ね、うん、その、ね、会社さんによっては、うんうん、うん、ちょっと心ない対応されてしまったっていう声も聞くんですね。でも、まあ、これ取り扱ってくださってるところは、うんうん、もう絶対にそういうのはないかなって私が確信持てますね。うんうんうん、いや、もう一回全員ではないですけど、社員さんとちゃんと話をして、はい、かおりさんの、あの思いというか、そうです、気持ちのところをちゃんと分かってくれてるところが扱ってくれてるっていう感じですね。はい、そうです、はい、うん、私はかなりの犬好きなので、うんうんうん、まあ、あんまり犬が好きじゃない人にとったら別に犬の毛糸なんていらないよって思われると思うんですよ。聞いたことはなかったですからね。あ、そうですか。え、ないですよね。あ、そうですか。そう、こういう犬ばかしか多分考えないことなんですけど。犬好きでも らしいですよね。うん、そうですか。うちの母とかも多分もう、はい、なんか最初はすごい嫌がってたんですけど、はい、父が買ってきたんですよ。あ、はい、こうなんかノリで。ノリで。ノリで多分なんか水曜日にホームページ見て、土曜日にうちにいたぐらい。よく行くなみたいな、いたんですけど、なんかその最初はなんかこうよく分かんなくても、やっぱこう一緒に暮らしていくと、僕なんかもそうだったんですけど、はい、やっぱちょっとずつ可愛いっていうか、うん、子供みたいになってきますね。なりますよね、はい、で僕鼻がめちゃめちゃいいんですよ、はい、で犬の匂い嗅ぐんですよ、はいはい、めっちゃ臭いんですよ。そうですか。フレンチってじゃあうちのやつだけかもしれないから。じゃめっちゃ臭いんですけど、この臭さをこうなんていうんですか、克服できないと、うんうん、こいつと生きていけない。臭い。そうやって今は嗅げるようになりました。ああ、もう本当にいましたもん。あ、そうですか。割と血の滲むようなトリックみたいな。洗うで洗濯じゃなかったんですね。なかったです。洗ってない。いや、洗ってると思いますよ。週1くらいで入ってます。あ、そうなんですね。多分このあのシワのところが臭いんですよ。あ、違う、もうね、もうなんか僕鼻が本当に、あ、そうよすぎて、でもこういう、そうですね、なんかこういうとこも臭いじゃないですか。あとここ、うんうんうん、ここ臭いですよね、一番。ちょっと、一番かわかんない。ここ一番臭いですよ。僕は知ってるんだみたいな。そう、でもやっぱこう、なんだろうな、どういう感覚っていうかわかんないです。どういう感覚でペットと接してます？いや、もうペットっていう感覚じゃないですもんね、もう。そうですね、子供ですね。はあ。もうない、いないともうダメですね、生きていけないですね。うちの母が同じ状態で。うん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 。家族。そうですね。なんでもう毛の少しも無駄にしたくないでしょっていう感じ。そうじゃないですか皆さんみたいな感じですね。ポケンとしてますけどね。勝ったことないもん。勝った。あ、そうなんですね。あんま時間はかないですよね。金魚しか勝ったことないもん。金魚しか。まあ、金魚も可愛いですけどね。金魚可愛いですね。ちょっと全ぬめぬめしますけど。あ、こんな中にコメントがこうですね。田中真由美さん知ってます？田中真由美さん、あの浜松 TV の、会ったことないですかね。え、田中真由美さん、真由美犬つって会ったことないですよね。会ったことはないです。ないですよね、はいはい。
知ってますよ。マイミーノも。マイ、ま、世界に一つの宝物作成しましょう。あ、間違いないですね。間違いない。マイミーノも見てるよ。皆さん関心持って。皆さん見てますね。ぜひ。ぜひです。あ、別に生きたワンちゃんでも、ね、作れるので。そうですよね。はい、うんうんうん。まずトリミングに来てもらって、あの毛を送ってくださればいいという形にしてますので、はい、毛を送る、はい、そうですそうです、あのカットした毛を送って、カットというか、まあ、ブラッシングの出た毛を送ってくだされば作りますので、遠藤由美子さん知ってらっしゃいます？知らないですよ。浜松TVの人、今日は浜松TVの人がもう、あ、そうなんですね。全員で応援してくれます。ありがたい。みんな何してんのかな一緒にそんな感じでやってるんですね、うん、はい、そのぐらいのサイズのは何、うん、毛は何キロぐらいでできるんですか。もう何キロでも何グラムですね。あ、グラム、はい、へー、もうこれぐらいあればもうできます、ね、はあ、はい、約それでこんなにできるんですか。できます、できます。細くしていくんで。あ、そうなんですね、はい、そんな量必要ないんですね。そうですね、でも量が足りなかったとしたら、あの羊毛の先ほどの話を足しますので、はい、同じような色のを足しますので、はい、できますね、できてみますね。いや、これを実際こう手に取ったお客さんとかはどういう気持ちになるんですかね。開けた瞬間に、うん、泣いてしまいます。きますよね。そうですよね、なりますね、うん、でももうこれだったらずっと、そうですね、ね、はい、自分でも作って、そうですね、私は、まあまあ、昔飼ってた犬、もう10年前ぐらいの、うん、に亡くなったワンちゃんの家にあるんですけど、うん、もずっと綺麗なまま置いておけるので、うん、やっぱり毛だけが置いておくと、うん、どうしようってなりません袋に入れたの、愛おしくて、そうそう、そう、見返すんですかね、見返してもやっぱり物の形になってる方が何度も見れるし、飾っても置けるし、あのいつも肌身離さず持ってることもできるし、うん、そうですよね、うん、まあ、そういう、うん、はい、一番 これを持ってこう伝えたいこととかっていうのはやっぱそういう、なんだろうな、はい、思いを大事にするとかっていう、そうですね、うん、もう少しもう、まあ、燃やしたくちょっとそういう言い方あるかもしれないですけど、まあ、仮装しなきゃね、なくなります、はい、うん、もう骨だけになってしまうので、うん、もう手元にずっといてほしいって思う人が、うん、作ってくださいって依頼していただけるといいかなと思って、うん、はい、もうほもう無駄にしたくないんですよ。そうですね、うん、はい、すごい伝わってますすごい緊張してるのも伝わってますけどすいませんその思いの部分もね、うん、打ち合わせしましたけどはい、こんな感じで、はい、じゃあもし頼みたいってなったら本当にどこに、はい、あ、先ほどあのお伝えした、一応静岡県内では今のところ4箇所、はい、ことで、そうですね、はい、もう一度お伝えします、うん、浜松市ですと DC キャッスルさん、うん、静岡市ですと動物の森霊園さんと、うん、青空ペットセレモニー静岡さん、うんうん、でこちらの掛川市ですとグレーブヤードさん、うん、で、はい、申し込んでいただければ、うん、作りできます。Facebook とかやってますもんね。そっちから注文とか来たりもできる。そうですね。あの鉄麦工房 MOF、うん、MOAF モアフで調べていただければ、うん、そちらにも載せておきますので。うん、そうですね。はい。はい、詳しくはそちらで。うん、はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はそろそろ時間なんで。はい。次はいつ来ますか。いつ来ましょうか。来てくれたね、はい、今日は、鉄麦工房モアフ代表の菅原香織さん、はい。